皆さん、こんにちは。ティンダーの役は金太です。野球の父は誰でしょう？正直松太郎さんです。プロ野球伝来はもう長いこと150年だったかな。はい。確かに、富山生まれの方で東大の方。まあ、野球はノーボールと言うんです。はい。まあ、いろいろと、はい。朝日新聞、毎日新聞と全国紙になって、まあ、巨人発足はやはり、正直松太郎さんにあり、はい。プロ野球の歴史が始まったそうです。プロ野球の父、テレビの父、原子力の父、野球だけでなく、いろいろ政治の父としても活躍です。というわけで、正直松太郎の功績でした。バイバイ。